了解、作戦開始だね。それじゃあ、私たちから仕掛けるよ。みんな、やることは覚えてるよね。準備はいい？もちろんだ。今まで踏みにじられた分、俺たちの意地を見せてやる。よし、行こう。作戦開始だ。まったく、こんな場所警備する意味があるのか。暇で仕方が。こちらカストロムフルーミニス、緊急事態発生だ。武装した村人どもが基地内に侵入し。こちらリセ、襲撃は成功。帝国兵が集まってきてる。引き続き連中を引きつけながら大暴れするよ。ヨハイラの意向をあまねく知らしめるだけだ。だがなぜこの狂犬のごとき女と組まなければならない。遺憾だ、甚だ遺憾だ。今日も絶好調に偉そうだな、クソ男。その言葉そっくりそのまま返してやるよ。だが、目下の相手はてめえじゃないからな。さあ、獲物のお出ましだ。この魂が盛るまま壊し尽くしてやるよ。兄弟たちよ、遅れを取るな。ヨハイラの父、偉大なる太陽神アジムにかけて殲滅せよ。あやつら張り切っておるな。これはわしらも負けておれん。見るでござる、月領門の障壁が。
アルフィノ殿たちが成し遂げられたか。さすがに早い。里の優秀な忍びを一時帰還させた甲斐もあったようだ。海賊衆の皆、聞こえるか。魔導障壁は解除した。そのまま船を進めてくれ。超認知を頼む。成功だ。これで部隊は整った。あとは我らが城内に攻め込むのみ。いざ出陣だ。様、大変です。何者かが城壁を破壊、城内に水が流れ込んでいますらしいね。帰る城を捨ててでも民の行く末を取るってかい。なるほど、いかにも高潔な侍畜生どもの足掻きだよ。デクノボーはどうしてる。はアウルス様に助言をいただいた通り、手術が完了いたしました。おそらくは成功です。そうかい。バカと何とかも使いようってことかね。大義だ、志だ、あるいは復讐だと、何かを心に刻んだ奴には破滅しかないのさ。最後までせいぜい火花を散らしてもらおうじゃないか。よく聞け、ゼノス様からのお達しだ。ここを落とされれば生き残ろうが命はないよ。死ぬ気で戦いに。はい、すぐに皆に伝えます。ドマの怨念め、何度でも奪いに来るがいいさ。だが私もここまで生き抜いてきたからね。ちょっとやそっとで倒れる花と思うなよ。